オラの牛は良い牛さ。あら、まひるちゃん、相変わらず早起きなのね。おはよう。おー、リマリマ、今日も美人さんだ。寝起きには目の毒だな。あ、いやいや、眩しくて目ん玉が取れちまうべや。もう、褒めても何にも出ないわよ。まひるちゃんたら冗談ばっかり。でも嬉しい。もっと褒めて。冗談じゃないべ。それならもっと面白いネタを披露すんべ。いや、この毛づや、もこもこ感。リマリマはオラの牧場のアイドルだべ。あ、アイドルで思いついたべ。即興コント、リマリマがアイドルでオラがプロデューサーな。毎度バカバカしい話を一つ。うるさいなあ、朝っぱらからギャーすか騒がないでよ。安眠妨害だなあ。おや、リンリン、なしてリマリマの背中に寝そべってるんだ。この子は乗り物じゃねえぞ。うちの牧場にとっちゃ大事なお客さんだ。いいのよ、あんまり叱らないであげて。むしろ懐いてくれて嬉しいの。この牧場の人たちは私を変な目で見ないから大好き。うん、リマリマが良ければずっとオラの牧場にいてくれな。でもリンリンはむしろさっさと出てくべよ。故郷のお袋さんが心配するべ。ああ、大丈夫大丈夫、うちは本人主義だし。一応私この牧場の警備が仕事ってことになってるから。ほらもう働きすぎてぐったり。いや、リンリンが働いてるところは見たことがねえべや。まあ警備っつっても牧場は平和なもんだしな。やることがなくて暇だべか。あれならオラの仕事手伝ってくれる。お世話する動物とかの数はどんどん増えてるのに、世話する人が足りなくて苦労してるべさ。ああ、無理、私今ヒットポイントがゼロだから。ヒットポイント？オラ動物には詳しいけどビーストはよくわかんねえ。ヒットポイントってのを貯めないと人間の姿を保ってられねえべか。ああ、そういうボケはいいから。ほんと眠いんでそっとしといて。ヒットポイント、それを貯めれば私も。おはようございます。なんだか賑やかですね。あ、しおしお、おはよう、サンサンサンシャインってな。サンシャイン、ごめん、騒がしくして起こしちゃったな。寝てなくて大丈夫だべか。はい、今日は体調がいいんです。そっか、よかったよかった。でも無理だけはしちゃダメだよ。しおりん、元気なら私の代わりに牧場の見回りしといて。見回りしてきたよ、お散歩がてらね。今日も牧場は平和、山の上だから空気がきれいだよね。私ここで療養すれば元気になれそう。リマさん、見回りしてたらリンゴが熟してるのを見つけたからお土産に持ってきましたよ。どうぞ。リンちゃんにはどんぐりあげる。ありがとう、嬉しい。しおりちゃんって優しいわね。好き好き。ふわっふわ、顔がペチャペチャになるので唾を吐くのは勘弁してください。うんうん、どんぐりも美味しいけどアンパンが食べたいな。
ランドソルには普通に売ってたんだけどな。それだけが不満。それよりお礼を言うべさ、リンリン。シオシオはリンリンの代わりに見回りをしてくれたんだぞ。二人ともカオンから出向してきてるけど、オラの牧場の警備はリンリンの任務で、シオシオは単に静養しに来てるだけだべ。うん、いつも助かるよ、シオリン。サンキューね。こっちにおいで。最近ハマってるゲームがあるんだけど、しおりにも特別にやらせてあげよう。面白いよ。私も近頃徹夜の連続だもん。おかげですんごい鬼のように眠い。わー。ゲーム？よくわからないけど嬉しいな。持ってきた本はほとんど読み終わっちゃったから暇なんだ最近。りんちゃんは面白いことをいっぱい教えてくれるからありがたいよ。うんうん、もっと感謝するように。いやだから感謝すべき立場なのはりんりんの方だべ。あ、ツッコミ待ちだったべか。しくったー、つまんない反応しちゃったぞ。ともかく牧舎の掃除をしたいから、ゲームとかをやるにしてもお外でお願いな。ほら出てった出てった、今日もいい天気だぞ。あ、まひるさん、お仕事を手伝わせてください。お邪魔でなければですけど。私もリンゴを食べた分運動しなくちゃね。体型の維持って大変。あたしゃ寝るからね。なるべく騒がしくしないでね。あはは、あんがとな、みんな。おら、ずっとこの牧場で動物とばっかり接してたから。最近は普通におしゃべりとかできて嬉しい。無理にコントで笑わせなくても、自然と顔がほころぶってもんだべ。うわあ、おはよう。あら、おはようりんちゃん。今日はずいぶん早起きなのね。でもダメよ、そんな大あくびしちゃ。女の子なんだからね。うん、マリーは朝から元気すぎる。声が寝不足の頭にガンガン響くから、もうちょっとボリュームを下げてくれないかな。お、私の名前まだ覚えてくれてないの？仲良くなれたと思ってたからショック。私はマリーじゃなくてリマだからね。いや、名前は覚えてるけど、ほら、私名前がリンじゃん、そっちはリマじゃん。紛らわしいんだよね。リマって誰かが呼んだら私かって振り向いちゃったりするし、余計な手間がかかる。うん、だから今日からリマはマリーでよろしく。いやいや、親からもらった名前をそう簡単に変えたくないわよ。できたらリンちゃんが名前を変えてほしいな。私の主食のリンゴと紛らわしいから。まあ、こんな不毛な会話をする方が億劫だ。いいよ、もうリマで。ちょっと行ってみただけだし。マリーって名前も可愛いけど。でもリンちゃん、今日はまた一段と眠そうね。また徹夜でゲームとかいうのをしてたの？ほら昨日、あいつが牧場に来たじゃん。うん、あの人は手紙とか荷物とかを届けるために定期的に町と牧場を行き来してるのよね。お小遣い稼ぎにそういう仕事を引き受けてるとか。そうそう、でも夜中に下山するのも危ないからって
その度に牧場に泊まってくじゃん。あいつ付き合いがいいからさ、その度に夜通し遊んでるの。私、あいついつまでも文句も言わずに遊んでくれるから好きだな。あいつまだ帰ってないよね。どこにいる？協力プレイじゃないと攻略できないマップがあるから手伝ってもらいたいんだけど、こればっかりはリマには頼めないしね。私にはゲームのコントローラーを操作するのが難しいからね。あの人ならさっき姿を見せて、今はそこの牧草地の整備とかをしてるわよ。マヒルちゃんのお仕事を手伝ってるみたい。あの人っていい子よね。働き者でいいお婿さんになりそう。なんでみんなそんなに働くのが好きなの？意味がわからない。いいけどね。別にリーマー、私牧草地まで歩くのめんどいからおんぶしてくれる？もうすぐそこじゃない。あんまり私を乗り物にしないでよね、リンちゃん。もうちょっと自分の世話は自分で焼けるように努力してよ。うん、気が向いたらね。いいからおんぶして。ダメよ、戦略があるから。見て見て、もうしおりちゃんをおんぶしてるの。おや、しおりん、なんでリマにおぶわれて赤ちゃんみたいに寝てるの？うん、しおりちゃん、最初はあの人と一緒にまひるちゃんのお仕事を手伝ってたんだけどね、疲れちゃったのかしら。居眠りしてたからおんぶしてあげたの。吹きさらして寝てたら風邪ひいちゃうでしょ。しおりちゃん、体が弱いんだから私たちが気を使ってあげないとね。私の背中、毛皮でモフモフしてるから。あったかいでしょ？あれ？私、寝てました。おはよう、しおりちゃん。ごめんね。おしゃべりがうるさくて起こしちゃった？おはー、しおりん。そこは私の寝床だから、どいてくれる？ごめんなさい。ご迷惑をおかけしちゃいました。リマさん、乗り物扱いされるの嫌ですよね。いいのよ。よくリンちゃんに乗られてるから、もう慣れちゃった。寝てていいわよ、しおりちゃん。このままベッドまで運んであげるわね。あ、なんかすみません。今日は、あんまり体調が良くなくて、意識がふわふわってしてるんです。ちょっと歩けそうにないので、運んでもらえるなら助かっちゃいます。リマさんふかふかだから、おんぶされてると気持ちいい。うむ、それは同意する。いいなあ、しおりん。私も眠くて動けそうにないから、しおりんを運んだら戻ってきてね。リマ、私も運んでね。もうあんまり甘えないの。じゃあしおりちゃん、ゆっくり揺らさないように運ぶからね。はい、ありがとうございます、リマさん。いいもん、誰か他の人に運んでもらうから。すぐそこの牧草地にあいつがいるな。しめしめ、あいつに運んでもらおう。男だから体力とかあるだろうし。おーい、おら、リンリン、朝から起きてるのは珍しいで。
ようやく規則正しい生活をするつもりになったべか。いや、そんなつもりは全然ないけど。どうたの？ドタバタ走り回っちゃってるね。なんか事件？めんどいな。いや、事件ってほどじゃねえべ。ちょっとな、お乳の出が悪くてな。マヒ、お子さんいたの？いやいや、オラのお乳の話じゃねえべよ。あ、これはボケだべか？しまった！どうも近頃ネタフリへの反応が鈍いべや。まあ、オラは基本的にボケだけど。ん？何の話？マヒーってそんな見てくれの割に二十歳だしね。結婚とかしてても変じゃないなって思ったんだけど。いやいや、オラは独り身だべ。こんな偏僻な牧場まで婿に来てくれるような奇特な人もいなくってな。まあそんなことはどうでもいいんだ。どうも最近この牛のお乳の出が悪くてな、心配してるんだ。そういうのって病気の初期症状だったりするし、感染症とかだったら下手したら牧場が全滅だべ。人間にうつる病気だったらしおしおが心配だし、だからいろいろ診察して調べてるんだ。あんちゃんにはそのお手伝いをしてもらってるべよ。ちょっと気性の荒い子でな、診察するのも一苦労だべさ。リンリンもこの牛さを押さえつけるのを手伝ってくれる？一応全員食だし腕力あるべ。いやー、あたしゃしばらく訓練もしてないから筋肉とかヘロヘロだよ。うぃ、なに、なんかこの牛あたしをベロベロ舐めるんだけど。いや、リンリンじゃなくてその服とかについてる白い毛みたいなのを舐めてるんだね。これってリマリマの毛だべか。うん、多分リマモフモフで気持ちいいから会うたびに抱きついてるし、毛ついちゃったのかな。やたら舐められて全身びっちょびちょ。ふむ、この牛の目つき、もしかして恋煩い？オラにはわかる。ずっと牧場で生まれ育ってきたから。牛のお乳の出が悪かったのもそのせいだべか。いやいや、お乳が出るってことはこいつメスでしょ。リマもメスじゃん。そもそも種族が違うしさ、単にお腹空いてるとかじゃないの？ねえねえ、誰か私のこと呼んだ？あ、ちょうどいいところに。あのさ、リマ、この牛があんたに惚れてるかもって話になってるんだけど。え、何それ。そんなこと急に言われても困る。好かれて悪い気はしないけど、まだ私には恋とかは早すぎると思うの。ごめんね牛さん、少しだけ考えさせてくれる？リマ、牛と喋れるの？そういや、私らとも普通に会話が成立してるよね。誰も突っ込まないし、どれもいいから疑問を放置してたけど。うん、なぜか人間の言葉は喋れるのよ。でも牛さんの言葉はわかんないな。でも私を好きになってくれて嬉しいし、ブラッシングしてあげる。お、心なしか牛の機嫌が良くなったべ。この調子でお乳の出も元に戻ってくれたらいいけど、まったくもう気苦労が絶えないべや。いいことじゃん。この程度の悩みしかないって。町の方は治安が悪化してるとかでさ、大変そうだもん。なんか血生臭いっていうかさ。
うん、そうだべな。たまにはいいこと言うべや、リンリン。こんな風に、なんでもないことで一喜一憂するような平和な日常がいつまでも続けばいいな。すみません、リマさん、背中に乗せてもらっちゃって。こういう風に乗り物扱いされるのやっぱり嫌ですよね。いいのいいの、気にしないで。牧場に来てからご飯が美味しすぎて太っちゃったからね。ダイエットしないと。それにしおりちゃん近頃体調が思わしくないみたいだし、本来安静にしてなくちゃいけない体なんだからね。牧場には静養に来てるんでしょ。病気がちな子に無理はさせられないわよ。こんな足場の悪いところでもしめまいでも起こして倒れちゃったら、そのまんまのたれ死にしちゃうもん。このぐらいのお世話焼かせて。どんどん頼ってね。困った時はお互い様。ありがとうございます。でも私、重くないですか？全然。私力強いし、しおりちゃん羽みたいに軽いから。ほんと細くって羨ましい。多分私の4分の1ぐらいしか体重ないんじゃない？私単に不健康に痩せてるだけなので、胃腸が弱いせいかな。あまり何を食べても肉にならないんです。リマさんみたいに立派な体格になりたいんですけどね。髪の毛も私は水分不足でパサついてますし、リマさんみたいな健康的でふわふわな毛並みに憧れます。やだ、もう嬉しい。しおりちゃんったらお上手ね。もっと褒めて。おっと、あんまり油断しておしゃべりしてちゃダメね。一応これって牧場の平和を守るための見回りだもん。危険な魔物とかがいないか気を配っとかないと。そういうのは私が見てるので大丈夫ですよ。牧場は周辺地域を含めてかなり平和ですしね。本来そんなに警戒しなくてもいいんですけど、牧場の警備は私たちカオンの仕事ですから。お世話になってる分ちゃんと役目を果たしますよ。何かがあってからじゃ遅いですし、毎日ちゃんと見回りをしないと。でもそれって本来はしおりちゃんじゃなくてりんちゃんの仕事なんでしょ？そうですけど、まあ私も所属はカオンなので、りんちゃんにも面倒を見てもらってますし、やる気ないのに無理にお仕事させるのもかわいそうですから。それに綺麗な空気と美味しい食事、静かで平和な生活を与えてもらってますから、恩返しがしたいんです、牧場の皆さんに。しおりちゃん本当にいい子だからこそ、ちゃんと健康になって幸せをつかまなくっちゃね。私にできることがあったら何でも言ってね。ありがとうございます、リマさん。おっと、ちょっと止まってください。どうしたの？いえ、気のせいでしょうか。なんだか景色に違和感がありました。すみません、一旦地面に降りますね。よっ、こいしょ。このあたり調べてみます。やっぱりこの周辺だけ妙に荒れてます。木の幹がえぐれてますし、地面が穴ぼこだらけ。
魔物たちの縄張り争いでもあったんでしょうか。お、この匂いは。おっと、しおりちゃん。大丈夫です、近づかないでください。リマさん、魔物です。まだ子供みたいですけど、かなり気が立ってる。迂闊に動くと危険です。私が弓矢で仕留めます。待って、その魔物まだ子供じゃない。殺さないであげて、かわいそうよ。危険な種類の魔物です。育ってからじゃ手がつけられません。牧場の平和を守るためにはここで息の根を止めておくべきです。ごめんなさい、恨んでくれてもいい。だけど世界は弱肉強食だから、私は死にたくない。ううん、生きていたいから危険な魔物を感化できない。どうしたの。いえ、あの、なぜかはわかりませんが、魔物が私の足元にすり寄ってきて、こんなに近づかれると弓矢では狙いにくいというか。かわいい。その子、しおりちゃんに甘えん坊さんしてる。猫みたいな魔物ね。しおりちゃんも猫っぽいから親近感を覚えたのかしら。お母さんだと思ってるのかも。私、猫じゃなくて虎のビーストです。どうしましょう。こんなに親愛を示されると、なんか始末しにくいですね。甘いのかもしれないけど、無理して始末しなくてもいいんじゃないかしら。どうせ多分この子はそんなに生きられないと思うし、ほら足を引きずってると思ったら随分大怪我してるわ。見て、茂みの向こうにこの子と同じ種類の魔物の死骸がある。多分親ね、縄張り争いに負けて亡くなったのかしら。この子もそれで重傷を負ったみたい。親の庇護もなく、こんな過酷な環境で生きながらえるのは難しい。遅かれ早かれ死んじゃうわ。だからしおりちゃんが心を鬼にしてまで無理に手を汚す必要はないわ。役目だからとか仕事だからとか、そういうのは関係ないわ。しおりちゃんがしたいようにしてね。でないと多分後悔することになるから。ただいま。ああ、おかえり。二人ともどこに行ってたの？あなたの代わりにしおりちゃんが牧場の見回りをしてくれたのよ。私はその付き添い。それよりも急いでお湯を沸かして、あと包帯とかを用意してくれる？え、なにそれ、もしかしてしおりんが怪我でもしたの？大変だ、まひ救急箱を持ってきて、早く。え、どうしたんだべ、何事だ？大丈夫です、私じゃなくてこの子が怪我してるの。まひるさん、魔物の手当てってできますか？魔物？種類によるけど、動物タイプならなんとかならんこともないべ。そこまで普通の動物と違いもないしな。おら、動物の治療なら手慣れてるべさ。その猫みたいな魔物、拾ってきたべか？いえ、拾ったというか、私にすがりついて離れなくなっちゃったんです。置いていこうとしてもついてくるし、なんだかもう
放っておけなくて。おお、見せて見せて、魔物ってどんなの。おお、かわいいじゃん。猫と変わんないね。こいつ飼うの。魔物って何を食べるのかな。私のどんぐりはあげないよ。いや、飼うわけじゃ。安心してくださいね。ちゃんと始末しますから。無理に始末しなくてもいいべ。魔物だってジッパ人からげに危険ってわけじゃないべさ。人に慣れて役に立ってくれるやつもいるだ。愛情を込めて育てればきっとシオシオに恩返ししてくれるべ。うちの牧舎には空きがあるからそこで育てるべさ。うわ、かわいそうに。ひどい大怪我してるべや。今手当てしてやっから。よしよし。おっと、警戒心バリバリだべ。噛もうとしてきた。シオシオにはなぜか懐いてるみたいだけども。はい、なんででしょうね。とりあえず手当ての仕方だけ教えてください。私がやります。私が拾ってきた生命ですから、生かすも殺すも私の責任です。しおり、こいつに名前つけようよ。かわいいやつ。名前なんかつけたらそれこそ始末しにくくなっちゃう。でも、まあ名前がないと不便ですもんね。何か適当に考えてみます。ごめんね。いつか私はあなたを始末するかもしれない。魔物はあらゆる生命を食い散らかす悪しき存在。私たちと共存はできないから、私はいつかあなたを手当てしたことを後悔するかもしれない。だけど今はあなたを生かしておく。助けるなんて言わない。もっと残酷なことをしているのかも。あのまま親の死骸のそばでのたれ死んだ方がよっぽどあなたは幸福だったのかもしれない。こんなに懐いて甘えている私に殺されてしまうよりは。でも共存できる可能性がゼロじゃないなら、私はそれを望む。寄り添ってくれたあなたの体温はあったかかった。私にはそれを奪うことはできそうにない。死なないで、生きていて。あなたが私たちの敵に本当の魔物になって私に始末されるその日までは、私もあなたを生かしておいた責任を果たすために、あなたが危険な魔物になった時にはちゃんと始末する。その日まではきっと生きていくから約束するよ。